はい、どうもピアノレスナーゆうきです。毎日投稿16日目、チャンネル登録者は50人、ありがとうございます。今回はピアノや音楽のオンラインレッスンを受けたり行ったりするときに、カメラやスマホの位置どうやって固定したらいいのって悩んでる方結構多いんじゃないかなと思います。なので今回の動画では、スマホやタブレットの固定方法や、私が使っているスマホアームやタブレットアームをご紹介して、快適にオンラインレッスンに対応する方法をご紹介したいと思います。で、順番に4つ説明します。1つ目が超簡易的ピアノの横から。2つ目、ペットボトルなどを使ったスマホ置き場。3、お手頃に買えるスマホアーム。4、Amazon で買えるタブレットアーム。こちらの順番でご説明をしたいと思います。まず1つ目、超簡易的ピアノの横から撮る方法です。で、これはオンラインレッスンを行う先生がまだスマホアームなどを持ってない生徒さんたちにご紹介するおすすめの方法なんですが、はい、まあピアノがこういう風にありますよね。まあ本当にこのスマホをここの横にこうやってこういう風に置きます。そうすると、このカメラをインカメにしていただくと、こういう風にまあまず顔が映るんですけど、うまくこういう風に鍵盤を映るようにうまくちょっと立てかけてもらって、こういった感じでまずは生徒さんに弾いてもらうっていうことですね。で、一応これだったら指の動き、まあ、腕とか指先の動きって一応見えるので、まあ、レッスン可能だと思います。で、まあ、ちょっと覗き込んでもらえばこういう風に顔もちょっと映るので、まあ、私の生徒さんでも一人こういう方法で、やっています。あとは例えば、まあ、左側に置くとこんな感じで、まあこうですね、左側に置くとこんな感じで、こんな感じになりますね。で、まあこちらのメリットとしては、やはりスマホアームがないお子さんにもご案内しやすいっていうことですよね。で、デメリットとしては、ちょっと鍵盤が真横から映りすぎてるので、まあ若干ちょっと例えばこれ左から映した場合は右手があんまりよく見えないとか、まあそういったちょっと見にくいっていう、先生側からすると見にくいっていうデメリットはあると思うんですけれど、生徒さん側からするとこういうふうに覗き込めば先生の顔っていうのはわかると思うので、まあ、まずはこの方法で試してみるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、それでですね、2つ目の方法としましては、ペットボトルなど、まあ、何でもいいんですけれども、簡易的なものにスマホをこう立てかけるっていう方法です。例えば、ペットボトルを、ここに置きますよね。そしてここにスマホをこういうふうに立てかけるっていうことですね。はい、で、スマホの音で、これ何もしないとちょっとこういう風に落ちてしまうことがあるので、はい、例えばですね、こういう風に輪ゴムをちょっと用意してもらって、それでこのスマホをここに置いて、で、輪ゴムでこう固定しておけば、はい、ということで倒れる心配はなくなるので、これいいと思いますね。実際にどういう風に見えるかというと、こんな感じで、はい、まあ、全身は映って、でも一応まあこんな感じで、映りますね。まあ、手も真横からですけれど、まあ映ります。で、これやっぱり鍵盤って上から見下ろしてもらった方がいいので、少し何か本とかを置いたり、高めのテーブルとかに置いた方がいいと思います。はい、で、ちょっとまあ楽譜とかを置いてみましょうか。はい、まあちょっと楽譜をこんな感じに置いて、その上にペットボトルとスマホを置くと、こんな感じになりますね。で、まあ多少上から見下ろすような感じになるので、先生側としては見やすいですね。もうちょっと本を重ねればもっとさらに角度をつけることができます。はい、で、まあ以上がスマホアームとか持ってない生徒さんに案内する方法ですね。で、次は私が使っているスマホアームをご紹介したいと思います。で、こちらですね、こちらこういったちょっと簡易的な作りになってるんですけれども、スマホアームです。こういったクリップ式になっていて、どこにでも止められますね。はい。で、ここにスマホを挟むことができるっていうことですね。ちょっと実際に設置してみましょうか。はい。
で、まあ台のところにこのクリップを留めます。まあどこでもいいんですけど、留めやすいところにこういう風に留めます。で、このアームですね、これぐにゃぐにゃ曲がるんですけれど、で、角度を決めます。まあだいたいこんな感じにして、そこにスマホをこういう風に固定するっていう感じですね。で、まあちょっとグラグラなってるんですけれど、これはまあ放っておけば安定してくるので、このままで、はい。で、あの、このようにこのぐらいしっかりこのアームをうまく上に上げて、このぐらい角度を上から撮ることもできます。はい。で、実際の見え方はまあこんな感じで見えますね。で、スマホアームがあって、私とあと鍵盤を映すっていうことですね。で、ピアノを弾いてみるとこんな感じですね。しっかりあの上から見下ろすこともできてますし、私の全身も私の顔もまあ見ることができます。実は私の撮影でもこのスマホアームをいつも使って録画してます。で、今紹介したこのスマホアームなんですけれども、 PayPay モールで本体価格400円、送料は750円で買うことができました。まあ、ちょっと作りが簡易的なので長く使うのが難しいかなと思ったので、私は2つ購入しました。最後にご紹介するのが、私が先日 Amazon で買った、まあ、こちら5000円ぐらいするタブレットアームですね。はい。で、これは iPad Pro、私11インチを使ってるんですけど、そちらに対応しているので買いました。下はクリップではなくて、こういう風に挟み込む感じですね。ここでうまく調整して台とかに挟み込む感じです。はい。それで調整の仕方としては、この挟み込む部分を、まあ、これもやはり好きなところにこういう風に回して挟み込みます。そしてこのアームですね、これもぐりぐり動くので、そこに、このタブレットがちょうど入ると思うので、そこに固定するっていうことですね。はい。実際にちょっとタブレットつけてみましょうか。こんな感じで。はい。これで、設置完了です。で、あの、タブレットでレッスンをしたい先生とか生徒の顔が、やっぱスマホだとちょっとちっちゃいっていう方は、まあ、このタブレット使用でのオンラインレッスンをおすすめします。で、私の場合は、タブレットだと、ちょっと外すのが少し、こう、微妙に手間があったりして、あと持ち運び的にも、スマホの方が、実際に持って手を映したりもするので、まあ、私にとってはスマホの方が臨機応変に対応できるので、スマホでオンラインレッスンしてるっていうわけです。今回紹介した、まあ、スマホアームとかタブレットアームのリンク、一応下に貼っておきますが、結構今買う方が多いみたいで、品切れとかも続いているので、まあ、似たような商品を買っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっとしっかりレビューとか、参考にしていただいて、まあ、良さそうな商品を購入するといいと思います。はい。ということで、今回はスマホやタブレットの固定方法やスマホアームなどのご紹介でした。まあ、まずは簡易的なものからぜひ試してみてください。この動画が役になったという方はいいね、それから右下のボタンからチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。それではご視聴ありがとうございました。